こんばんは。あ、オンラインになってた。やば。間違えちゃった。オフライン。オッケー。こんばんは。オフラインおしゃべり会。ありがとうございました。今日でアノ別のオフラインおしゃべり会は最後だったんですけど、たくさん来てくれてありがとうございました。パチ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 。あー、たくさんありがとう。ギフト10。なんだこの天ぷらみたいな、飛行機に天ぷらが乗ってるみたいなの、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっとね、めっちゃ鼻声だったんですけど、風邪が治りたてなので鼻声だったんですけど、皆さん優しくお話ししてくださってありがとうございました。寒かったのでね、みんなも風邪ひかないように暖かくしてください。はい、ギフトありがとう。で、今日はね、そう、当日券もあったので、当日券でたくさんマシマシして来てくださった方もありがとうございました。本当に完売もね、いろいろありがとうね。中ありがとう。天ぷら飛行機ありがとうございます。今日はそうですね、ニットワンピ着てました。体調はだいぶ良くなっていい感じですそう、ちょっと何日か前にそう熱が出て、めっちゃ終わったって思ったんですけど、生き返っていい感じ。天ぷらがすごく詰められているカプセル、ありがとうございます。そう、本当に私もね、びっくり、どうなるかと思った。でもちゃんと病院も行ったし、インフルとかコロナでもなくて普通に風邪だったんですよやばくない？逆にやばくない？うん、なんか良かったです。そう、なんかメンバーとかにさ、うつしちゃうとめっちゃやばいじゃん。だからよかったと思って、誰もうつってなくてよかったと思って。そう、私もね、インフルかなって思ったんですよ。流行ってるじゃないですか。だからさ、症状的にもさ、絶対インフルだって思って病院行ったんですけど、インフルじゃなくて、みたいななんやねんって思ったんですけど、まあでも無事よかったです。そう、今日のオフラインもすごい楽しみにしてたので、無事参加できてよかったです。ありがとうございます。ご心配をおかけしてしまってね、申し訳がなかったんですけど、はーい。ねえ、みんなも気をつけて。本当に本当にね、やばかったもんって。やっぱさ、一人暮らしだからさ、もうさ、マミーとかがいないわけじゃん、家に。本当にやばかった本当にやばかった。ハタ、ありがとう。心配すぎて6時間くらいしか寝れなかった。結構寝てんな。結構寝てる。ハタ、ありがとうございます。そう、食べるものとか悩むじゃん。しかもさ、体調悪いからさ、何もできなくてさ、本当にガチでもうずっと寝て起きて薬飲んで、寝て起きて薬飲んでを繰り返してたんですよ。ずっとマジでやばかった。本当につまんなかった本当につまんなかった、ガチで。そう、で、何もできなかったわ。チュー、ありがとうございます。
とにかく寝た。でもさ、なんかさ、風邪ひいてる時のさ夢って結構変な夢多い。変な夢いっぱい見た。なんか印象的だったのは、なんか祈り、あのリバイバル公演のさユニットのさ祈りあるじゃないですか。あの衣装を着て、なんか夜公演で、なんかしかも4人集まって、なんか知んないけどなんか踊るみたいななった夢とか、あとなんだっけ、なんかでもそれが一番印象的。変な夢でしたね。めっちゃ意味わかんなかった。そう、なんかちゃんとみんな衣装着て、意味わかんなかったんだよねその夢が。またありがとうございます。あとはね、でもね、いろんな夢見ました全然。なんかなんだっけ、なんかいろんな夢見た、忘れちゃったけど、本当にそれぐらい寝ました、いっぱい。またありがとう。天ぷらが閉じ込められてるやつありがとうございます。これなんて言ったらいいのか分かんないんだよね。そう、たくさん寝ましたし、でもなんか間違ったことは、あの間違ってしまった行動は、あの今は全然なんです、あんまりなんですけど、喉が痛かったのね。なのになんか辛い食べ物頼んじゃってびっくりした。でしかもなんかその時もなんかお腹が空いてたわけじゃないんだけど、なんか食べなきゃなみたいな思うじゃないですか。し、私食べるの好きだし食べ物好きだし、なんかとりあえず頼もうと思って、そうなんかこう選んでたんですよ。でうどん食べたいって思って、その時になんか食べるならうどんだなって思って、別にお腹空いてなかったけど、まあ、食べるならなんか、うどんが食べやすいかなって思ってうどん見てたんですよ。でなんか、まあ、頼んで、まあ、待つじゃないですか普通に。で待ってる間に何頼んだのか忘れちゃってたんですよ自分自身で。そうでなんか届いた時に、ああ私何頼んだっけって思ってこう開いたらなんかめっちゃ辛い、めっちゃ辛いっていうか、まあ、チゲみたいな、チゲうどんみたいなのを頼んで、そう、えみたいな、えマジかみたいな。いや全然美味しいんだけど、今え待って喉痛いんじゃなかったっけと思って、間違えたと思って、忘れてて、その時、そう、うどんだけ食べました。でも嘘、食べました全然食べた、なんか別にあの全然激辛とかじゃないからさ、全然大丈夫だからさ、食べました。はい、なんか分けて食べましたね。その1回でとかはちょっと食欲的にも無理だったので、まあ第1回はうどんだけ食べて、そう分けまして、そう食欲がね最初全然なかったんだよね。まあでもなんか頼んだみたいな感じっすね。そうだからさ、本当に普段から本当に辛いものしか食べてないんだなって思ったなんか習慣づいちゃってて、やっぱり辛いものを選ぶっていうのが習慣づいてるし、好きだし辛いものが。だから本当に風邪ひいててもね分かんなくってさ、普通に辛いのを頼んでて、しかもその次の日かその次の日か分かんないんだけど、チャプチェとヤンニョムチキン頼みました。でもさ、ヤンニョムチキンって辛くないって後で気づいて、そうびっくりしました。でもね食べました、普通に。でもね別になんか大丈夫でしたね。なんかめっちゃ喉が痛かったのは本当に1日目とかだったから、意外とあんまり喉来なくて、頭痛とかそっち系だったから、なんか全然辛いの食べましたね。
まあ確かに甘辛だからいいっていうところもあるそう、本当にさ習慣づいちゃってるんだよね、まあ、韓国料理大好きだからさ。いや美味しくて最高でした。うん、そう、食べ物はね大事。あとなんかすき焼きうどん鍋みたいなのも頼んだんですけど、それも美味しかった。一回じゃねちょっとさすがに食べれなかったけど、食欲的にで美味しそうって思って頼んだ。白熊ありがとう。そう、え、風邪でも何にも食べないっていうのはなんか嫌なんですよね何かしらは食べたい。なんか頼んで、あ、なんか圧を与えるみたいなそう、頼むことによって、あ、食べるんだって思わせるみたいな。そうですね。うん、めっちゃ食べれたわけじゃないけど、本当にやばい時はもう一口二口で終えた後で食べましたけど、ハートありがとうございます。こんばんは。そう、でも何も食べないっていうのはマジで嫌だから、さすがに一口二口は食べるっていうやってました。そう、あとポカリめっちゃ飲んだし、ウィーダー好きなんですけど、風邪ひいた時のウィーダー最高なんですけど私的にウィーダーとか飲みました。ありがとうございます。サーヤのいない間ホワイトモカは美味しくなかったということどういうことなんそれ。それはよくわかんないけど、ありがとう。うん、ありがとう。そっか、こんばんは、ありがとうございます。私さ、なんかさ、夢もさ、夢がさめっちゃいろいろ届けてくれてさ、風邪の時食料とかさ、なんか飲み物とか、それこそウィーダーとかうちが好きだからさ、めっちゃ買ってきてくれてさ超助かった夢ありがとう。夢さ、なんかいつもさ買ってきてくれるんだよね。そう、めっちゃ優しいし、なんかねめっちゃ重そうだったの。もう袋がパンパンになるくらいまでさ買ってくれてさ、いまだに残ってるんだよね食料いっぱい。かまちゃんありがとうございます。し、なんか卵多分12個入りとかなのかな、買ってて、夢こんなに一人でいらないから卵あげるって言ってさ卵3つぐらいもらっちゃってさ、それもまだあるんだけどさ、そう、なんかいろいろもらっちゃったからお返ししなきゃなって思って、何がいいかな。天ぷら閉じ込められてるやつありがとうございます。そうなんですよね、え、優しいです。はた、ありがとうございます。今飲んでるこのマルチビタミンも夢からもらいました本当にめっちゃ買ってきてくれたから、めっちゃあるの今食料が。プリンもあるし、そういっぱいあるから、なんかどうしようどうしようどうしよう、盛りだくさんって感じ。そう、やばくない？そう、なんかね、
本当に私家出てなくて3日間ぐらいずっと引きこもってて、それ知ってたから、なんかさすがに食料なくなるでしょうって連絡来て、あでも頼んでるよみたいに言ったら、いやもったいないからって言って買ってきてくれて、めっちゃすごいなんかかっちょいいですねそうなの、体にいいものとか買ってきてくれた。天ぷら飛行機ありがとうございますね。助け合いって大事ですね。ハズもありがとうございます。そうなんですよ。あそう、劇場のそう黒板もさ、なんかあのお大事にみたいな書いてくれててさ、すごいね優しくて、みんなありがとうって感じ。ゆうはもさ、りりのも急遽出てくれたりとかして、本当に優しいですよね、ありがとねって。うん、天ぷら飛行機ありがとうございます。感謝感謝で、天ぷらありがとうございます。くまちゃんありがとう。ねえ、でもリバイバル公演も本当あと4回なので、まあ全部出るんですけど4回あるので、でも4回、まあでもその4回でそのリバイバルが終わるって考えると早いので、噛み締めて頑張りたいと思います。新公演もね始まるので、来月から。そう、絶賛リハーサル中で頑張っておりますので、うん、楽しみにしててください。だるまありがとう、無理はしないでね、ありがとうございます。うん、でもさ、なんだっけ、あさってあさって雪降るんでしょ、びっくりなんですけど、怖いんだけど。私もうコートも余裕で着てるし、今日に限ってはヒートテックデビューしたので、あの生誕ティーの時寒かったから生誕ティーの時は着てたんですけど、ちょっとやばいかもね。今日は意外と暖かかったんですけど、そう明日の夜からやばくない、本当に大丈夫って感じなんだけど、ね、でも今日が雪じゃなくて本当に良かった。だってさ、今日雪だったら結構やばいぞ、それこそまた風邪ひく本当にやばいからやめてくれ。こんばんは。てかさ、今日そのオフラインでさ、まあ、この服で写真撮ってさインスタ載せたんですけど、私11月ネイルのさ投稿しかしてなくて、えみたいな、初めて今月初めて顔を晒したって思って投稿でやばくない、えみたいな、そんな投稿しなかったって思って。私結構意外とさインスタ結構さ投稿してる方だと思ってたんですけど、今月に関しては結構してなかった。爪の投稿しかしてなくて、もう今日そう、あそうストーリーはまあしてたけど、投稿今月全然してなくって、2投稿目だし、しかも顔に関しては初めましてみたいな感じだから、今月そうだから、なんかちょっとそわそわした投稿するの、なんかえっ顔みたいな顔
顔です、みたいな感じでさ、恥ずかしかったんだけど、なんか大丈夫。そう、あ、ストーリーではなんかこんにちはしてたんですけど、投稿ではさ、もう本当に顔は初めましてだったからさ、なんか大丈夫かなと思って、大丈夫かな。あ、どうもありがとうございます。顔は安売りしないスタイルどういうこと、どういうスタイル。そう、あとめっちゃショックだったことがあって、あのさ、もう受付終わっちゃったんだけど、レトロ生写真あったじゃないですか。あれ私さ、オフショットもさ、結構さ、いい感じに撮ってもらってさ、あの結構漏れたんですよ、あれマジで。ここ最近で多分一番漏れた生写真と言ってもいいぐらいのレベルの昭和アイドルの生写真、みんなゲットしてくれましたか？私さ、告知できなくて、体調不良で。ガチで、あれは本当に漏れました。から本当にゲットしてほしかった、あれはみんなに、絶対に。なんだけどゲットできた。あれは本当に自分も欲しいレベルで漏れたんと思うんです漏れなんていうか、なんか可愛かったじゃん、なんかあの衣装とかさ、髪型とか。だから絶対にこれは出る時にいっぱい宣伝してみんなに買ってもらおうって思ってたんですけど、なんと体調不良で宣伝できず、もう寝込んでいたのでショックです。まあでもオフショットはもう、あの受付は終わったんですけど、載せます載せます、はい。だからそう、あ、ゲットしてくれた、よかった、ありがとう、ありがとう。そう、絶対ね、あのゲットしてほしかったの。そう、よかった、無事みんな、よかった。なんか、あ、意外と結構みんなゲットしてくれてたみたいで安心しました。よかったです。そう、なんか緑の衣装で、なんか髪型も結構レトロ昭和風にしてもらって、ポニーテールだったんですけど、手袋とかもしちゃってめっちゃ可愛かったのよ。よかった、ゲットしてくれてありがとう。ちょっとも載せます。ちょっと焦ったよかったよかった、あって。そう、こんばんは、こんばんは、福袋もありがとうございますね。宣伝を逃してしまうという悲しい事件がありました。あ、そう、でもさ、私の代わりに宣伝してくれる方とか結構いらっしゃるじゃないですか、オンラインオフラインとかもさ、ありがたいよね、ありがとう。くばちゃんありがとうね、こんばんは。あとか、あ、髪色もちょっと落ちましたね、ようやく。まあでもちょっと、まあでも意外と今回色落ち遅くて、割と清楚系を保ってるんですよ今回。そう、なんかね、普段ならもうちょっと明るいくらいなんだけど、意外と結構まだ暗くて楽しんでおります。初音もありがとうございます。おしゃべりかありがとうね、来てくれて。うん、いい感じだろう。そう、暗めキープです。髪は伸ばし中です。天ぷらありがとう。髪色暗い方が似合うの？うん、なんかむずいよね。私的には明るい方が似合ってるのかもとか思っちゃったりもしたりもしたりもするんですけど、うん、難しいよね。でもなんか
なんか写真フォルダーとかさ見返してさあこの時期の髪型いいなとかあるじゃないですか。自分的にね今年の夏くらいのねそう髪型髪色がね結構いいなって自分的には思うんですけど、どうなんだろうね、客観的に見て何色が似合うのかは分かんないけど、自分的にはなんかハイトーンが一番似合うのかもみたいな思ったりもします。ハートありがとう、スターありがとう。うん、長さは別にどっちでもいいんだけど、色的には明るい方がなんか自分にしっくりくる気がしてて、そう、そのさレトロ生写真もさ髪色割と明るいじゃないですか。髪、長いわけじゃないけどさ明るいじゃん。だからその色がなんかいい、好き私はね。うん、だからねブルベなのかイエベなのかわかんないんですよ。明るいなんか茶色系ってさ、明るい系ってさイエベじゃないですか。なんなんだろう。だからそのパーソナル診断みたいな、パーソナルカラー診断かしたいんですよ、いつか機会があったら。なんかでもさ企画とかでできたら面白いなとも思うんですけどね、メンバーのそれぞれの思うけど、まあまあでもさ、まあうん、自分が好きな髪色で自分が好きなメイクして自分の好きな色の服着てがまあ一番いいですけどね、結局は。まあでも知りたいじゃないですか、何が似合うとか。そうって思う。難しい、むずいよね。ピンクかわいい、ありがとう。今年マジでピンク着てる、なんかめっちゃピンク着てない？私私服どうもありがとうございます。そう、なんかピンクのニット意外といっぱい持ってるんですよね。なんかね、そう、なんかニットとかがさこう発売されてさ、いろんな色がさこうバーって種類出るじゃないですか。の中でもさやっぱなんかピンクって可愛いって思っちゃうしさ、売り切れるのもピンクが一番早かったりするよね。からみんなピンク好きなんだよ。でも今年ピンク着すぎててなんかどうしようみたいな。そう、生誕ティーもピンクだしみたいな。うん、ね、でも青系とかどうなんだろうね、そっちの方が似合うのかな、わかんないけど、わかんないっすね。むずいむずい。あとサーモンピンク、なんかこれよりさなんかベージュに近いピンクあるじゃないですか。あのピンク私選びがちなんですけど多分似合わないんだよね多分似合うタイプではないんですよ、きっとね、きっと似合うタイプじゃないんですけど好きだから着ちゃうし着る。そう、多分なんかねあの色はね私に合わない気がする。そう、でもねめっちゃ持ってるしめっちゃ着てる似合わないの着てるのやばくない似合わない色着てんのマジでやばいけど私好きなのあの色だからね着てる、全然着る。そう、好きなのを着るのが一番ですよね。はじめまして、ありがとう。ありがた、いや服以外の私物もピンク多いの。うん、なんかさ結局ピンク選んじゃうんですよね。なんか
そう、なんかね、うん、ピンクを選びがちですね、なんだかんだね。可愛いじゃないですか。シンプルに。初もありがとうございます。そうなんですよ、ハートありがとうございます。似合う。まあでもいろんなね、なんか何でも似合う人になりたいですよね。青とかさ、あんま着たことないけど、青系とかさ、うん、青が一番着たことないかもね。私服に青がまずない、あんまりない。あ、まあ、うん、青はないな。なんか水色っぽいのはあるけど、夏とかね、水色とかあるけど、冬の青っていうのはなかなかないです。本当にありがとうございます。ね、でもいろんな色着たいですね。なんか固まっちゃいがちだからさ、なんかハマるとさ、本当に飽きるまでハマるんよ、私って。だからさ、いろんな色着たい。サヤブルベじゃない、そうブルベって言われるし、イエベとも言われるの。だから本当にどっちみたいな、助けてみたいな感じ。くまちゃんありがとうございます。うん、ブルマキャンディありがとうございます。発音もありがとうございます。うん、実家のお部屋もピンク多めだった。うん、いや、ピンク多めではないな。ありがとうございます。うん、でもシンプルに白と黒も好き。私のなんか歴代的にもう黒、もう黒しかみたいな時があって、何歳の時だろう、19とかなんかな、19、18か分かんないけど、もう黒のさ服しか着てなかったじゃん、私19かな多分。本当に黒い服しか着なかったの、あの時。だから私の印象が多分黒だったんだよ、みんな。それくらい本当にね、私服で黒ばっか着てたんですよ。ピンクの服とかもう多分ね、その当時あんま持ってなかったくらい、本当に黒を着てたの。そうで、黒に飽きて白になったんですよ。そう、なんか白可愛くないみたいになって、逆にでも白みたいになったのが、その次の年か分かんないけど、そう白になって、そうで今ピンクなんですけど、そう黒多かった。そうそうなの。でもなんか最近また黒もいいなって思い始めてきた。去年のコートはそう白だった。だから去年はね、結構白が好きで、ニットとかも白ばっか買ってて。そう、本当になんかね、ハマるとね、もうそれはその色ばっか買っちゃうんですよ。そうなのよ。全身白コーデとかも余裕であったし、ブーツとかも白だったし、白も好きだったからし、
可愛い系とかっこいい系だと今は難しいですね。可愛い系とかっこいい系だと今は、むずいな。可愛い系もしかして、どちらかと言ったら可愛い系かも、もしかして。なんかその可愛いの中でもなんか、なんだろう、大人可愛い系なんかなんだろう、フリフリではないけど可愛いみたいな系統かもね。今、まあでも日によりですね、本当に日によりだよね。なんか服装って本当そうじゃない？なんか私服装をさ一つのジャンルに絞れない人でさ、昔から日によってめっちゃ変わるんだよね。なんかでもさ統一できる方もすごいなんか憧れるんですよ。なんかいいなみたいな、その系統でさクローゼットが埋まるわけだからめっちゃおしゃれだしなんかいいなと思うけど、私は飽き性だからそれができない、本当にできないからね、ダメなんですよ。一つの系統に絞れない。私のお膝様が見えた。白熊ちゃんありがとうございます。洋服悩んだらこれ着ちゃうって、服悩んだらもうズボンとパーカー。スカートとズボンで言うと、どっちが多いかな。デニムのズボンが結構あるけど、スカートはミニスカートの方が多いかもしれない。天ぷらありがとう。ロングスカートはそこまで多く持ってない。前デニム多かったけど最近スカートよく履いてるんです。そうなんだよね、やっぱ可愛い系なの。何わかんない、自分でも自分がわからない。初もありがとうございます。前のゲーム部はロングスカート、そうあれね、ワンピなんだよね一応。なんかキャミワンピみたいな感じで、その上からねパーカー着てたんだけど、そうだからあれもワンピースだし、そうなんだよね。そう、どこのワンピかは忘れちゃったんだけど、結構昔、2年前とか、1年前かとかなのかな。ワンピ多め、まあ確かになんか結局ね、シュンって着れるのはワンピだしね、楽ちんなところはあるよね。でも本当にゲーム部さ、可愛かったじゃない間違えた、ゲーム楽しかった。そうずっと出たいって言ってたからさ、そう出れてね楽しかったし、人生ゲームやったんですけどめっちゃ楽しかった。本当に2時間がさあっという間で、めっちゃ楽しかったしおもろかったし最高だった。
し、私のアバターさ見ましたか？めっちゃ似てない？あの自分で作ったんですけど、我ながら結構あの寄せられたんじゃないかなって思って、そう服装迷ったの。なんか最初シンプルな、なんかジャケットみたいにしようかなって思ったけど、でもなーって思ってロックな感じにしちゃいました。そう、くまちゃんありがとうございます。あのなんかこういう変な目にしてみました、ふんみたいな。そう、2位だった。上出来上出来漫画家さんの人生で楽しかった。人生ゲームおもろいな、久々にやったけど。人生ゲームって私あの手動あのこの何紙タイプのしかやったことなくて、本当にあのこのゲーム機でやる人生ゲームって初めてだったんですけど、そうそうそう、めっちゃおもろかった。あれ欲しい、あのカセット欲しい。カセットっていう、あれめっちゃおもろくない？ありがとうございます。超楽しかったんだけど。あ、そう、ボードゲームか。もうゲーム部も最高すぎて、もうね本当にずっと出たい超楽しかったもんだって。そうし、なんかね、みんなでわちわちやるのもめっちゃ楽しかった。そう、最高でした。また出たい。あ、ありがとう、じゅありがとうございます。ね、だるまありがとうございます。チューハットありがとう。まあ確かに、でも一人じゃできないゲームだねあれはまあでもなんか操作できるのかな、かゲーム機のあれでプレイヤーをね。ハットありがとう、バラありがとうございます。そう、ゲーム部マジ楽しかった。またみんなでやりたいですね。くまちゃんありがとうございます。音ゲーとかも、音ゲー昔やってました。あのさ、リズム天国めっちゃ流行ったじゃないですか。あれマジでガチ勢で超やってました。あれおもろい。天ぷらありがとう。太鼓の達人とかねあのさ、太鼓の達人でさ、あのさ、あの、ね、鬼レベとかあるじゃないですか、激鬼みたいなあるじゃないですか。あれをなんかの設定で選んで、なんかそのゲーム機のプレイヤーがこう勝手に操作してくれるみたいな機能があったんですけど、あれをあのちょっとドッキリで、私とあの兄と一緒に、おばあちゃんにドッキリ仕掛けようっていうことになって、鬼もうめっちゃ一番やばい鬼マックスレベルみたいな一番難しい曲をおばあちゃんにやってもらうみたいなことをねして、多分小学校ぐらいの時からやって、でおばあちゃんもさ、こうやるじゃんでさ、もうなんかもうできてるみたいな、えみたいな、で私たちもこうガヤで、え待ってやばくないみたいな、もう全部できてるんだけど、それ鬼レベルだよみたいな感じで、こうめっちゃこうガヤも入れてて、そうそうっていうドッキリを仕掛けて楽しかった思い出がある。でネタバラシしたらもう何よみたいな、めっちゃ面白かった仲良し仲良し。
そう、2人で仕掛けた、楽しかったそう、おばあちゃん可愛いでしょ、本当にほっこりエピソードでしょそうなんです、思い出した。でもあれ自分でもやってた、なんかできてる風みたいな、みたいな兄や元気かなって、わかんないわかんないもはやわからない本当会ってないんだよね、アリーヤは働いてるの、さすがに働いてるどうしよう、ニートだったら知らない間に知らぬ間にみたいな、大丈夫大丈夫、さすがに働いてる。何のジュース、マルチビタミンの健康と美容が気になるそんなあなたにってやつですね。これなんか種類めっちゃあるよね、美味しい、これ好きなんですよ、このシリーズ。うま、ありがとう。そう、でもほんと全然会ってない、1年ぐらい会ってないんで。こんばんは。でもそんなもんなのかな、大人になるとそんなものなのかな。兄弟とかさ、いらっしゃる方ってどれぐらいのペースで会うんだろうね。そんなもんか。デイポストありがとうございます。結婚してるってことは絶対にないんだよねいや多分絶対ないと思うんだよね。初もありがとうございます。あ、やっぱ、あ、年末年始か、そういうことか。でも本当に、1年ぐらい会ってないか、1年2年とか会ってないかも。まあそんなもんだよね。初もありがとうございます。15年ぐらいあってね、結構長くない？15年って結構長くない？そうなんだ、そんな感じ。まあそんなもんか、そんなもんか、ま、え、そっか、15年は結構な月日ですね。なるほど、さあやちゃんと会えればそれですそっか、マジか、ありがとう、ありがとう、サリウムありがとうございます。サヤとは毎日会えた、ナイスコメント、初もありがとうございます。改めて今日サヤに会えてよかった、いや本当にありがとうございます。みんな来てくださってね、オフラインは今日で、そのあの別のオフラインを今日で終わったんですけど、オンラインの方はまだあと2回分残ってるのでね、あさってと12月の何日だっけ、早めの日にあるので、はい、12月はサンタさんにもなるのでぜひ楽しみにしててください。2日か、ありがとう。はい、ということで、じゃあ今日はこの辺でランキングを読んでいきたいと思います。13位コロコロさん、ありがとうございます。12位トキンさん、ありがとうございます。11位リョウさん、ありがとうございます。11位マサさん、ありがとうございます。
9位ホークさんありがとうございます。8位コバオさんありがとうございます。7位ラーメンマンさんありがとうございます。6位ケアオさんありがとうございます。5位イケディさんありがとうございます。4位マッキーさんありがとうございます。3位松尾さんありがとうございます。2位ユウキさんありがとうございます。1位星の鼓動はアイさんでした。ありがとうございました。ショールームね、ほんと久々になっちゃったんですけど、見に来てくださってありがとうございました。元気になったのでよろしく。ということでメールも送るので待っててください。ありがとうございました。ほんではバイバーン。あ、チャットも送ります。バイバーン。